どうも、ベタです。パーソナリティーいきたいと思います。はい、本日は、超狙い撃ちピックアップガチャ、こちらを引いていこうかなと思っております。そして皆様、アフロ北野、ね。自分は、アフロ北野が出て、1年間、一度も SR 当ててないんですよ。SR、PSR 当ててないんですよ。ずっとフレンドで借りてて、SR でいいから欲しいと思ってました。うん。これはね、必ず自分は引きたいガチャです。はい。そして今から60連していきたいと思います。60連目にね、SR 引き換え券なんで、この5体のどれか確定でもらえます。なので、まあ20連目、40連目、50連目出なくても、うん、もらえます。さあ、しっかりと引いていきたいと思います。そして無課金、微課金の方もね、もし意思があるならこれは引いた方がいいガチャです。あと、リセマラしてる人も、このガチャでリセマラした方がいい。本当はね、青葉のガチャでリセマラしましょうと俺は思ってたんですけど、うん、これの方がいい。必ずこれでやってください。しかも今10連多分無料で来てるから、うん、それで重ねてねやるといいと思います。そしてこれはね、アフロ北の愛原、サラシナ、キドリで桜庭の、うん、いいピックアップガチャとなってます。まあ桜庭、アフロ、サラシナ、この辺はね、うん、一級戦場の、オフェンス、オフェンスの中でもねかなり強い3人ですので、引いておいた方がいいと思います。で、あとは30連目に、ゲドウ君像の金が20個、で、招き猫10個、パードリが10個手に入ります。まあ、これもね、かなりありがたくなっております。7回目以降は残念ながらゲドウ君、招き、パードリ、ついてきませんが、うん。60連目までは引いておいた方がいいと思います。はい、では、10連目、引いていきましょう。いやー、やっとですね、アフロ北野。アフロ北野の童貞から、うん。やっと、アフロ童貞から、解放されます。本当に嬉しいです、これは。で、抜けろ。まあ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 、いいです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 、全然いいです。おいおい、ひどりちゃん、まあどうせ PR はね、北野くん多分いっぱい持ってるはずなんでいらないんですよね。はい、20連目いきます。さあ、ここでアフロ当ててくれてもいいよ。正直ここで当たれば俺終わっちゃってもいいんだよね。うん、アフロの SR 当たってしまえば終わっちゃってもいいんですよ。まあ何枚抜けるか、何枚抜けるか、いきましょう。何枚抜ける？ 1 枚、残念。まあでもここで暗転してくれればアフロ、暗転してくれればアフロ。水着ハイハラ、多分、あ、キドリちゃんは PSR 持ってませんが、桜は、水着、あずさ、水着ハイハラ PSR 持ってるんで、最後で暗転すればもうほぼほぼ来たのなんですよね。うん、ワンチャン PSR の気取りもありえますが、はい。まあ、アフロでしょう。では、ここは確定ございませんが、アイテム10個ずつ、10個ずつ、いや、金ゲドウは20個か、もらえます。さあ、抜けて、虹玉、いやー、ダメだね。確定以外は出ません。ですが、もう俺はそんなこと関係ねえ。最後の確定でアフロが確定してるので、それだけでもう十分です。はい、アフロ来たの。では、40連目いきましょう。まあ正直本当にここら辺で引いときたい感じはするけどね。これ引いちゃうともう最後まで回さなくていい。まあ回すけど。はい。では、何くれる？何枚？お、2枚か、OK。2枚ですね。じゃあワンチャン PSR アフロ来たの期待していいかな。はい、行きましょう。え、PSR 来たけどジョルジュン。PSR 来たやん。で、アフロ来て、こうへんやん。本当にアフロに嫌われてますよね、俺。いや、ここまで嫌われてるか。厳しいですね。では、50連目、行きましょう。いやー、アフロ。PSR のジョルジュなんていらないんですよね。どうせミキサー行きです。一応 PSR50 持ってるんでね。はい、ミキサーしていきます。そして、ここ何枚出る？2枚、3枚。おお、2枚 !OK。じゃあ、暗転してアフロ北の SR 出そう。チケットよりできれば直当てしたい。ここまで来たら直当てしたい。直当てしたい。はい。ありがとうございます。1年越しのアフロ北の。ありがとうございます。ほんとね、ありがたい。これはありがたい。うん、45でね、得意練習頻度4。それだけでも結構強いので、うん、これは、これからの自分のレギュラーになると思います。ありがとうございます、アフロ北野。
ワンチャン PSR 欲しいんですけどね、うん、なのでもしかしたらこのガチャ後で追いガチャするかもしれません。70連目以降 PSR 2倍なんですね。ワンチャンありえます。はい、では最後、ここは確定ではございませんが虹玉見せてくれるとありがたいですね。ですよね。まあ仕方ない、それは仕方ない。 PR も正直いらないからね。で、選択ガチャ券もらいましたが、使わないかな、選択ガチャ券は使わないかな、置いときますね。やっとアフロ童貞から解放された。これで気が楽になりますね。やっとだ。ずっとフレンドで借りてましたからね。うん、よかったよかった。で、アフロ来たので、北野の PR とか結構あるはずなんで回収していこうか。イベキャラで、これ相当できるようになってくれればありがたいんだけどな。逆か、逆の方がいいな。北野195枠なんて、こんなんね、どこにあるのか本当にわかんない。 RPR がどこら辺にあるか全然わかんない。あったね、北野あったね、今あったよね。はい、あった。回収していきます。もしかしてこの枠じゃ足らない？アフロ北野のやつはないのかな。 R しかないや、普通の R しかないや。まあいいや、まあどっちでも同じだからね。解放は、解放は同じなのでいいでしょう。あれ、ハローイン、あ、あったじゃん。これもしかして枠が足らないやつだ。枠が足らない、もっと打ってきたらよかったか。まあ45は確実になると思います。 R も PR も大量にあるんでね。で、言ってしまえば SR の引換券で普通のアフロ待機してるんですよね。うん、ずっと前からストライカーだったら選択ガチャ券とかで待機してるんで、全然それ使っちゃってもいいんですよ。うん、まあアフロ北野の、普通の北野の PSR50 それは使う気はございませんが、うん、全然その SR なら使っちゃってもいいんで、確実に45にはなると思います。この辺もね、 PR 大量にあるんで、受け取りすぎるっていう可能性はあるから、ちょっとそれは怖いんだよな。まあこの辺で、うん、で PR、 あ、そうか、 PR プラゴあるじゃん普通に。あ、普通にあるわ。じゃあもう一個プラゴを作ろう。いきまーす。作って、これ普通に PSR 引いたら普通50簡単にできそうだな。ここまで PR とか SR とかあれば全然できそう。元ネタの、うん、普通バージョンの食わせなくても、50食わせなくてもいけそうですね。じゃあもう PSR 狙うしかないのかな。狙いたくないけどね。ワンチャンね、 PSR ガチャ券引くのはありかなとは思います。まあチケットで出るとは思いませんが、出るかどうか見ないといけないですけどね。てか R の解放が悪いぞ、はい、解放できました。じゃあ、来たの、これで終わらしまーす。アフロ、はい、何解放、1、2、3、4、か。じゃああと1個、うん、普通に PR、 R、PR をプラゴにしてやっていきます。じゃあもう R 全部混ぜちゃおう。いいや、混ぜちゃいまーす。5解放しろ。4解放。じゃあ PR1 個混ぜます。はい、これで、SR プラゴ完成です。よかった、終わったね。アフロ童貞から解消されます。で、あとは45にしておきましょう。はい、これで OK ですね。はい、まあ本日はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。やっとね、
1年越しの夢が叶いました。アフロ北の SR 当てることができまして、うん、これでねサクセスもどんどん進めていけると思います。まあ明日からはサクチャレ動画頑張ってあげていこうと思っております。そちらの動画も楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてアフロ北のおめでとうという方もグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。